も、たかしです。どうも、健太郎です。何時だと思ってんだよ、お前。疲れてんだよ、俺は、お前。叩き起こして、お前。ふざけんなよ、お前。お前、言うて結構早く起きてたよね、今日。そんな話どうでもいいんだよ。なんだよ、前々から言ってたでしょ。ほら、うちって建物が古い建物だから、うん、結構こう壁紙とかさ、なかなか古さを感じるじゃないですか。汚いよね。おい、汚い言うなお前。パンドンブハウいいっすよ。それでそう、だから僕は、はい、でもこの家にちょっともうちょっと長く住もうと思ってるんで、うん、でファンドンの OK ももらってまして、壁紙とかリフォームしようかな、うんうん、今日はですね、もう買ってきました、いろいろ全部。もうリフォームしたいものを。わかるわかる、気持ちはわかる、気持ちはわかる。なんで俺も一緒に住んの。これお前ん家だろ、これ一人でやれよ。お前今どこに住んでんだよ。顔が見えねえよ、お前カメラに向かってやれよ。髪の顔が見えねえだろ、俺に見せたって。でも、たかしん家でしょ、ここ。時給は開けたよ。見てください、もうね、全部これなんですよ。でもこれ普通だってさ、リフォーム金かかるじゃん。じゃあお前もう一緒にやんないぞ、ま、チャンネル。ちゃんと意識してた。素晴らしい。いいよ、素晴らしい。今日はですね、まあ、理想の部屋にしようかなと。まあまあまあ、ここで撮影もよくするしね。まあ仕方ない、仕方ない。健太郎さんにちょっと申し訳ないですけど、手伝ってもらって、うん、まあまあ止めてもらってるしね。頑張ります。でかでかやっていきましょう。はい、いけ。最初ですね、壁紙からやるんですけど、僕ちょっと壁紙をシャーピーで買いまして、こういうね、ちょっとこうコンクリート打ちっぱなしみたいな壁紙を、僕これ 60×100 のやつを、まあ、20枚分買ったんで、大体それで1100元ぐらいだったの、送料込みで。これをちょっとこうやって全体こうやって壁紙で貼っていこうかなと思ってまして、でこれちなみにね、はい、シールなんですよ、シールなんですよ。で、空気が抜けられるようにこのね、ヘラがついてるんですよ。あ、マジ。俺実はちょっとここリフォームしようって半年くらいずっと考えてたんですけど、ケンタロウが来るまで待とうとか。怖い。まあ今日壁紙は僕ここと、ここと、でちょっとここ僕 DJ 趣味でやってるんですけど、うん、DJ ブースにしたいんで、ここの壁紙も変えようかなと思ってます。じゃあ、ケンタロウさん、よろしくお願いします。はい、説明するだけして俺やらせんの。絵じゃないよ、やれよ。俺カメラ回しといてやるから。 なんで台湾来たんですか。いや、こんなんだ、日本でもできるじゃん、リフォームなんて。じゃあね、やっていくぜ。あいあいさ、まず壁紙剥がすぜ。あいあいさ。あ、なに、これ普通に剥がせんの、壁紙って。俺やったことないけど。カッターとか使ったの。たかしカッター。たかしカッター。おお、あれ、たかしカッター。頑張れ、たかしカッター。たかしカッター。おお、早くやれよ、お前。指示出してくんないって分かんないから。壁紙を剥がしてって言ったじゃないですか。え、てか合ってんのかな、本当にこれで。こんな簡単言っていいの。じゃ逆にどうすんの。ケンタロウカッターやる。めっちゃケンタロウカッターやる。じゃあいいよいいよ、ケンタロウカッターやってみて。ケンタロウカッター。滑ってんじゃねえか、お前。みんなも滑ってたんだよ。みんなも滑ってるよ。誰も受けてないんだよ、二人とも。こんなんでいいんすかね。こんなんでいいの。結構なんか荒くね。普段絶対できないことじゃん。確かに。てかちょっと賃貸ってこんなやっていいの。さっき言っただろ、俺オープニングで。あのね、この人本当に人の話聞かないんですよ、本当に。もうこれさ、なんか剥がすやつないの、そもそも。だから俺最初何で剥がせばいいんだろうって言ったら、たかしカッターでいいんじゃない。調べとけよ、お前。ということで、調べたら2種類あって、まだこう壁紙の継ぎはぎがまだちゃんとくっついてる状態だったら、ドライヤーでかけて温めて剥がす。うちみたいなこうもうちょっと古くて乾いてて出てる感じのやつだと、なんか霧吹きで水で濡らしてカッターでやるって書いてあったんですけど、たかしカッター。たかしカッター。たかしカッター。いけそうじゃないか、これ。はい、で、それで手で剥がそうかなと思ってます。え、雑巾でさ、雑巾あんじゃん。年季入ってんの。バカ野郎、 T シャツだよ。え、 T シャツだよ。これ多分擦ったらいけるやん。表のやつ剥がして、薄い方はこれで。あ、オッケー。じゃあ、はいはい、先に大きい方剥がしてますよ。はい、表の、そうしよう、そうしよう、そうしよう。表のこれを剥がしてみましょう。はいはい、表の。おい、お前これどうなってんだよ、お前。1時間弱ぐらい経つんですけど、こことここしか今できてません。時間かかりすぎだろ。この黒くなってて、うんうん、壁紙のこの外は剥がれたんですけど、裏側がめっちゃ粘着してるんですよ、うんうん、で、ここの壁なぜかね、下地がないんですよ。コンクリートに直接この壁紙貼ってあるんですよ。何時間もかかっちゃうんで、ちょっと一旦もうこれ諦めて、ここちょっと平らにして、この辺は綺麗にしてから、この上から壁紙も貼ってきます。切り終えたんで、はい、サイズで測ってやったんで、今からいいよ、これ貼ってきます。貼れました、一発目。お、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。昔の壁紙の残りカスの上から貼っても多分影響はない。ちょっとじゃあ引き続きこの上も貼ってきます。で、ここで全部貼ってきます。はい、おお、楽しみ、頑張って。俺休憩してくるわ。おい、
何時間かかっとんねんお前ほんまに。とりあえずここですね、ここから、うん、そこの今エアコンの下まで、はい、こっちの壁を全部今壁紙貼りました。素晴らしい。3時間ぐらいかかりましたね。最初の方はやっぱねむずいなと思ったんですけど、うんうんうん、徐々に慣れてきて結構簡単っすよね。2人でやれば簡単。あ、そうですね、2人絶対必要、うん、でシールもコンクリートにそのまま貼れる、結構強度も強いです。次はですね、はい、ベッドを売り込んで、聞いたことないけどベッドをリフォームってそうなんですよ、私はベッドもリフォームしちゃうんです、はい、今回はですねこちらでございます、はい、ペレン、はい、あ、これエマ、え、これベッドなの。はい、ベッドなんです。ちっさくね。ちっちゃいでしょ。ちなみにこれダブルベッドです。え、これダブル、あ、これダブルベッドなんだ。はい、名前はエマ。あ、エマって書いてあるからなんかドッかなんかと思って。おい、やめろお前案件だろお前今回ですね、うん、エマさんからご提供いただきましてどうもありがとうございます。ありがとうございます。本当に小さいですよね、めちゃめちゃ小さくて、多分だいたい120センチぐらい、小さい子供ぐらいですかね、はい、じゃれー。え、もっとちっちゃいじゃん。超ちっちゃい。で、これヨーロッパのなんか最新技術によって圧縮加工されてるみたいなんですよ、はい、ちなみにドイツのブランドでございます。エマさんは、エマちゃん出てきて、エマちゃん、エマちゃん出てきました。ちっさ。これがダブルベッドなんですよ皆さん。え、ちっさな。僕の腰より低いっすよ。何これ、どうなの。はい、いきなり膨らみ出す、いきなり膨らみ出す。え、超ぺったんこだね。すごくないっすか、こんなに圧縮できるんですよ。めちゃめちゃすごくない。ほらほら、聞こえる、あ、聞こえる聞こえる。これ俺のおならです。家だほら、徐々にしかも大きくなってきた。めっちゃ気持ちいい音、めっちゃ気持ちいい音、あ、見て、あ、一気に揺れてきた。あ、ちょっと待って、場所が悪い、場所が消せろ、ライトそっちにずらして。で、ベッドですね、うん、低反発じゃなくて高反発っていうものになってまして、低反発だと体が沈んじゃうから寝返りが打ちづらくて血流が止まっちゃう。だけどこれ高反発なんで、はい、寝返りが打ちやすいようにいろいろとこう体にフィットする作りになっているそうで、うん、これまあ厚みが22センチぐらいですね。はいはい、iPhone でいうとまあこんぐらいの差が、これ iPhone12 の ProMax なんですけど、はいはいはい、こんぐらいですね。3層になってるんですよ実は。本当だ、これ1,2,3ってなってて、でこれ一番上のが一番柔らかくて、で中ぐらいに柔らかくて硬いっていう作りになってるんですよね。素材がですねすごい熱をためない素材になってるらしくて、だから台湾さ暑くて湿気もすごいじゃん。だからこのすごい通気性がいい、これはすごくおすすめ。これポイントです。持ち手がある、取っ手があるんですよ。だからもし皆さんキャンプ行きたい、よしキャンプ、エマ持ってこう。なるか、えな、これは持ってけねえだろ取ってあっても。エマかわいそうだろ、キャンプ行きときいなかったらエマそれは冗談ですけど、はい、まあでも取っ手があるんで、はい、本当にこう入れの中で移動させるときはすごい便利かなと。あ、なるほどね、はい、なんか普段結構大きいマットレスって、うん、取ってないやつあったりする。あ、そうなの。僕遭遇したことあって取ってないやつ、そういうときすごくいつも困ったなと思ってたんで。何何、もう一回やって。え、いつもこう取っ手がないマットレスに出会うといつも困ったなって、うん、あ、うるせえな、うるせえな。で、皆さんもう一つ僕あるんです。ちょっと待ってください。エマなんと枕もあるんです。これ枕は普通の枕じゃないですからね。こちらもなんと皆さん圧縮されてます。なんかラグビーボールっぽいな。ラグビーで行くと。おお、やるじゃん。やっとく、うん、うん、ラグビーで。おおおびっくりしただろお前今。おお、こんなにうざい YouTuber いないだろう。おお、開けますね。はい、またこれも膨らんできましたゆっくり。わかりますかね。どんくらいなんだろう。徐々にゆっくり膨らんできます。これも高反発ってこと。はい、これも高反発になります。で、ちなみにこちらもですね実はエマちゃん特徴がございます。酸素なんだろ。言うなよ。え、先に言うなよ。じゃあ見てください、枕も3層になっております。で、おー、枕3層になってて、あ、でもこれはなんか分かれてる、なんか気づいた。そうなんですよ。何、高さが自分の合う高さに調節できる。そういうこと。そう、だからもし高いなと思ったからこれ抜いちゃって。抜いていいんだ。そう、これ抜いて、ね、寝れるって。だから枕って人によって高さ違うじゃないですか。あ、エマちゃん枕ちゃんも3層になってますんで自分の合う高さで寝られますので、それはいい。は私は、本日からこれで寝ますが、ケンタロウさんは変わらずソファーベッドでよろしくお願いします。枕くらいくれよ。あ、枕はある、枕2ついただいてるんで。エマさんどうもありがとうございます。ありがとうございます。これふかふか加減をちょっと体験したいからちょっと取って。じゃあちょっとまずはこれ箱からね。柔らかい、低反発、低反発、低反発ですよエマちゃん。やばい、無反発、無反発。そんなわけないだろうがよ。うわぁ、どうですか、高反発。あ、やっぱ高反発の方が、うん、寝返りがしやすいね、沈まないから。ケンタロウさん身長何センチ？ちょっと待って、170。え、前のタカシの布団より全然こっちの方がいいじゃん。ふかふか。本当ですか？おいおい、お前俺の新しいエマちゃん。あ、柔らかい。あ、柔らかい。あ、ねえちょっと汗つくからやめて、汚い顔本当にもうそれ。これでわかると思う、これこの沈み方。うん、ここここ。そう。あ、いい。皆さん
エマちゃんのこの柔らかさを体験したかったらぜひご購入検討してみてください。僕こんだけ汗かいて頑張って説明します。使用我的折扣代码可以用在网站上所有的活动再享有九折优惠。今からここの普段机が置いてあるちょっと物置として使ってる場所があるんですけど、ここをですねこれから僕の趣味の DJ ブースにしようと思います。でまず壁紙変えて、まあ、時間的に可能だったら机の色も2層なのでちょっと濃くしてっていう風にしようと思ってます。健太郎さんは今あっちのちょっと壁の細かいとこ修理してくれてるんで、まず僕が一人でこの壁紙を剥がします。シェイ。現在7時半でございます。さあそして辛い無事にここも終わりました。最後はこの机ですね。 DJ ブースに使うこのもともとこの家にある家具机の色を塗っていきます。今回このニスのこの茶色いやつですね。これがだいたい200元ぐらいです。これハケでもうさっさ塗るだけなんで塗ってこんなの10分で終わると思うんで。ちなみにもう8時半です、今日ね12時ぐらいから始めて8時間半でございます、はい、早速じゃあやっていきます。完成でございます。お疲れ様です。ただいま時刻が9時半でございます。お疲れ様でした。9時間半の戦い。皆さんもしこの動画が面白いと思ったらいいね登録よろしくお願いします。はあ、ありがとうございました。皆さんもありがとうございました。ということでまた次回皆さんお会いしましょう。またねー。バイバイ。